こんにちは。イーロンマスクがアップル社からなんかね、因縁つけられてるってことで、今ね、結構揉めてるらしいです。でもさすがに、個人対会社の揉め事でも、イーロンマスクぐらいのでかい人、そしてアップルぐらいのビッグネームだと、やっぱりね、世間と私の心は騒ぎますね。で、でイーロンマスクさんがどんなことを考えてるのかってことは、まあ、私たち凡人にはなかなか計り知れないところがありますけども、ただこれはわかるなっていう言葉の一つに、 アイディアっていうのはだからこそそのアイディアを実行した人っていうのは称えられていやそれね前から思ってたんだよっていうのは泣き言にしか過ぎなくって思ってるだけではもうダメなんですよね思いついただけではダメで知識があるだけではダメでそれを実行して結果にまで落とし込むところに、うん、まあその開きがあるのかなと結果を出さないといけないっていうのはどういうことかっていうと行動したっていう結果をまず出すことなんですよね うんで多くの人に役立つこととかためになることっていうのはその次にいいと。でも天文学とかそれから DNA の細部みたいなね知ってもしょうがないことをたくさん知ることっていうのは確かに生活は変わんないかもしれないけれどもだけどもより世の中を俯瞰してみることができたりとか小さなことにとられなくなったりとかさまざ、あ、まなこのマインド心の世界を広げてくれるんじゃないかなと思うんですよ。確かにね昆虫が何千種類いて そののうちのどんな種類が何をしているのかどこに生息しているのかってことを知ったところでほとんどの人には興味がないですからだから理科科のの教科書っていうのは退屈なんですよ、ね、まあだけどそこにはそういったものを作った人がいるってことと研究した人がいるってことと研究した結果そこで飯を食ってる人がいるっていう現実はなかなか気づかれないですけどもあることなんだと思うんですよ。じゃあ学校の勉強はね何の役に立つんだっていうふうなことをね管をまく。 ままあ青年がいるとします、ね、女の子でも男の子でもで勉強して何の役に立つのっていうことに対して試験とか教科書とかいっぱいあるじゃないですかそれによって生計を立ててる人がいるから役に立つんだっていう答えもなかなか忠実じゃないですかねだか教科書を作ってる業者学校教育機関そしたらそこにあのユニフォームを提供している被覆関係のねアパレルの会社とか何、うん、だったらシューズとか体育館を設計する設計士とかね もう全て学校とか教育館があることによって多くの人がそこで食いつないでいるっていうそういった意味は大いにあると思うんですよ。でそこに一部意味を感じない学生みたいな人がいるっていうだけでしょうね。勉強して何の意味があるのと。お前には意味がないかもしれないけどもこの環境のために多くの人が働いて稼いでそして一生を終えるだけの。 収入を得てるんだよとかそれで家族を養ってるんだよっていう現実は勉強をやって意味がないと思ってる人に対して、まあ、反対ではむちゃくちゃ意味があるっていう現実を知らせることになるんじゃないかなと思いますけどね。